マ娘ムスジャや、ひなくらエロ・ソーマローは、山形県坂田市にある観光施設。坂田市に本社がある、平田牧場が運営している。1808年に建てられ開業した料亭へ、ソーマ屋を改装し、2000年に開館。木造の母屋は、庄内大震災で消失した直後に建てられたものである。1996年11月には、 国の登録有形文化財に登録されている。相馬屋の廃業後、酒田の料亭文化を守るため地元の平田牧場が買い取り、開館に至った。館内の土蔵には、京都から北前船で運ばれてきた雛人形などの展示物などがあり、2008年5月15日には、竹久夢寺美術館が相馬牢内に開館し、美術品も鑑賞することができる。 館内には、砂防もあり、喫茶を楽しむことができる。また、坂田舞娘と呼ばれる舞子もおり、建物2階にある大広間の演舞場では、舞子の演舞を見ることもできる。かつての厨房は、坂田舞娘の稽古場となっている。また、事前予約が必要だが、会食をしながら演舞を鑑賞することも可能。館内には、坂田舞娘がおり、演舞のほか、 来客者のお出迎えなども言っている。坂田市の下流会は1960年代の半ばまで前世紀であり、芸儀もたくさんいたが、徐々に衰退していき、伝承されてきたものを坂田に残すために、地元の経済人たちが中心となり、町おこしの一環として1990年に坂田前娘として復活させた背景がある。相馬牢の回廊に伴い、 坂田市内にあった沖屋は、牢内に拠点を移動した。本来舞娘の表記は舞子であるが、坂田舞娘と名乗っている。これは京都などで見られる舞子とは対決が異なる。ことなどが影響している。15名以上の場合は、団体割引が適用され、10%割引となる。舞娘演舞鑑賞ワイル廊料プラス300円となる。 竹久夢二美術館も相馬まの入館料を支払うと入ることができる。駐車場あり。ありがとうございます。